2015年6月30日、韓国聯合ニュースによると、火山性地震が相次いでいた神奈川県の箱根山が噴火した。日本の気象庁は、箱根山で29日夜から30日にかけて、水蒸気爆発とみられる小規模の噴火が発生したと発表。火山噴火警戒レベルを、従来の2、火口周辺規制から3、入山規制に引き上げた。これにより、箱根山で火山ガスが噴き出している大涌谷周辺1キロの地域に避難指示が出された。日本メディアによると、箱根山の噴火はおよそ800年ぶりという。この報道に、韓国のネットユーザーから様々なコメントが寄せられている。以下はその一部。天罰かもね。終わりの始まりだ。日本の右翼たちが在日同胞に危害を加えるならば、宇宙の創造主が大きな災いを与えるだろう。始まった。次は富士山か。箱根山で噴火の兆しが見えたということは、富士山が噴火する兆候だ。東京五輪の開催は大丈夫か。大きな被害がないことを願う。隣国の自然災害を喜ぶ愚かな国民の姿を見た。日本に対する悪口はあるけど、日本が韓国の悪口を言うから、私も日本の悪口を言うという考え方は捨てなければならない。箱根の温泉に行けなくなった。行きたかったのに。箱根山の観光コース良かったのに。湖でもボートに乗れたし、卵も美味しかった。今の状況を見ると、大きな噴火になるかも。気をつけないといけないな。箱根山頑張れ、応援しているぞ。